ではお話を伺っていきたいと思います。会場の皆さん、お待たせいたしました。さあ、何とも言えない試合でした。取った3セット、とてつもないデュースの連続、すごい試合でしたね。振り返っていかがでしょう。そうですね、非常に、自分たちももう負けられない戦いだったので、勝つしかないということでしたけども、非常に、堺ブレイザーズさんに苦しめられて、なかなかセット取るのもやっとで、ですけども、自分たちの、力でなんとか、3セット取れたのは非常に自分たちの自信になって嬉しく思います。この大熱戦、先ほどまで大きな拍手も巻き起こっておりました。ファンの皆さんも若干今放心状態で見ているかもしれませんが、山内選手はいかがですか。そうですね、たくさんのファンの方々の応援のおかげで自分たちのいいプレーができたと思うので、来週も引き続き、名古屋になりますけども、ぜひ会場に来て応援していただきたいと思います。さあ、チームのプレー、そしてご自身のプレーでもお話を伺っていきたいと思うんですけれども、山内選手も今日ブロック貴重なところで3本決めました。アタック決定率もミドルブロッカーとしてチームを引っ張りながら 57.14% という数字を残しました。でもなんか数字じゃなく、チーム全体でまさにもぎ取った、そんな勝利じゃなかったでしょうか。改めてお願いします。そうですね、自分だけではなくチーム一人一人が、各々の役割を果たしたからこそこの勝利があったと思うので、もっともっと、個々の能力をもっともっと引き出して来週に向けて戦っていきたいと思います。この VOM はチームで取って代表で受け取った、そんな感じですか。そうですね、自分だけの力じゃなくてチーム一人一人、スターティングメンバーじゃなくて控えの選手、ベンチの選手みんなひっくるめて、取った VOM なのかなと思います。さあ、ファイナル進出に向け大きな1勝となりました。先ほどの話にもありましたが、今度の日曜日に運命の第3戦を迎えます。次の試合に向けて力強い意気込みを最後にファンの皆さんにお願いします。そうですね、来週またきついハードな戦いになるんですけども、必ず勝って、ファンの方々と、ファイナルラウンドに行って一緒に勝利を、分かち合いたいと思いますので、来週も応援よろしくお願いします。見事 VOM に輝きましたパナソニックパンサーズキャプテンの山内晃弘選手でした。ありがとうございます。